なんか今日は加減の月が出てる。なんか朝方見る加減の月ってなんか久々みたいだけど、加減の月が出てる。ここは茅ヶ崎漁港、でんと来ました。茅ヶ崎漁港、今日は私たちは職場体験ですね、一緒に職場体験をするのは竿頭候補生上さん、お願いします。今日はアジね、アジの職場体験ねっていうのは、なんか中学生が乗るらしいね、職場体験のね、3人ぐらい、うん、そう、えりすぐりのなんか精鋭たちが、名人と呼ばれた、アジ釣り名人と呼ばれた中学生3人が乗るらしい。どうなるんだかね。私たちもそういう中学生に笑われないように、まあ、でっかいアジを、まあ、つぬけしたいですね。つぬけぐらいできる、普通に大人になってもらった。あ、大人、そうね、20ね、20歳、20歳になります。頑張ります。あと2号線これだ、2号線その手前にある、これこいつだ。よっしゃ、お、荷物もここに来てます。来てる来てる、よいしょ。よいしょ、これ、この船の今日は前。あ、どうぞ前で。私はじゃあこの2番目。今日は空いてんだよね。空いてるからもうあまりあのくっつかないで、どっかこの辺でいいか。よっしゃ、ここだ。お、よっしゃ、ビシビシ、よっしゃ、よしよし、よっしゃ。今日は体験の中学生も乗るからね、中隊は見せられないと、そういうことだな。仕掛けは金針、これだな、これ。これで行こう、これ、これ、よし、よし、よし。餌、青磯切っとくか、ね。ちっちゃく切っときましょう。プチプチっとこう。ちっちゃく切りましょう。ありがとうございます。はい、アバタンです。朝方なんかな、落とし込みでやってんだ。なんか、さびきがついてた。いや、朝場を見ないとは言えなくていいんですか？かもしんないね。さっき、朝場でしたね。はいですよ。はいですよ。はいですよ。前にはなんかライトが。そのままね、下から4メーターぐらいやってください。下ったので、4メーターぐらいで餌を前に行って、前とは1メーターぐらい上げてる。4メーター。なんかいる？稲田がいる？ねえ、すぐ前に稲田の。ちょっと朝のうち早めにやる。やべ。うん、30。まあまあ深いんだよ。うん。水深はどのぐらいなんだろう。まあ今40、50、100近くあんのかな。あ、そうでもないな。56だ。4メーター。下着いたら4
メーターから取って餌を撒いて、で撒いたら1メーターぐらい。早速2連で釣った。すげえ。ああ当たった当たった。これも当たった。ああ。今アジ当たっていたから。どんどんやって。当たった当たった。当たりました。ベイさん早速2連。さすがサウガシラ候補生。こっちも当たってるな。よし。船もアジが釣れてる。よっしゃー来た。あー私は一匹でもまあまあの方やりました。おお。これだこれこれこれだよ。早速飲んでやがる。何やが飲んでんじゃねえか。飲んでんじゃねえよ。おい手返しが悪くなんだろ。怒られてるよ。できなかったら釣りしなくていいとか言われてる。わあ厳しいな。あれお祭りした最後に。アジついてたけどな。ついてるついてるついててお祭りだ。いいよよいしょ入った。それでしょうがない切ろう。あーちょっとはいすいません。よいしょ。うわ仕掛け1個ロスだ。チキショー。釣ってしまった。あ、2匹ついてる。よいしょ、ほら、ダブル、やった。あ、A さんも、でかい。やったやりました。ほらほら、これだ、これこれ。おー、落ちた。あThank you.
今度は1匹だな。1匹だ。よし。そら。よし。はい、今度は1匹。それで今回持ち帰った釣果はこれです。見てください、流しの中が大味だらけでございます。結構ね大きいので型が揃ってますよ。ほら型がね、小さいのもね2匹だけいるけどね、ここにねこう小さいのが。でもあとはねみんなね尺越えって感じ。特に一番大きいのはこれ、これでかいよ、ほらでかい、35センチぐらいあるんじゃないの。やったね。でね、このアジはね全部でもって16匹釣れましたよ。16匹。16匹っていうことは一応中学校は卒業して高校生になれたかなって、そんな感じですね。で今日はな、私たちのビシアジ船に職場体験の中学生の方たちが3名乗ってましたね。怒られてたね、怒られてたね、結構かわいそうだったね。でもな、しょうがねえよな、厳しいんだよ職業っていうのは。まあ我慢してくれ、しょうがないよ。それで私の釣果だけど、まあ高校に入ったといってもやっぱり子供であることに変わりはないよな。でもな、これこの下道のカレーとサバ、これを加えれば18匹でしょ。18ということはギリギリ成人だな。やったよ、ギリギリ成人になりました。お酒が飲めない成人です。でも成人は成人だよ。でも俺は飲むぞ、俺は飲むからな。俺は18歳よりももうちょびっと年上だからな、俺は飲めるんで。でな、今回は晩酌の酒の魚、何にしようかなっていうと、もちろんアジでしょう。そうだな、この一番でっかいの、これが一番でっかいんだよね。とにかく2番目がこれか、うん、やっぱねほらこれが一番でっかい。ちょっとね対抗はないけど、これが一番でっかいです。これをな、そうだな、刺身と、普通の刺身と昆布締めの刺身にして食ってみようと思います。それではこのでかいアジ、これを三枚おろしにしていきましょう。まずねちょっと長さ測ってみましょうか。こうねメジャー当ててずーっとくると、ほら35センチもあります。まあまあの大きさですね。じゃあねこれ三枚おろしにしていきましょう。でね、結構ねこのアジもね鱗はついてますよね、この辺に、この辺かな、どっか、うん。三枚おろしにするときに鱗が剥がれて身の方につくとね嫌なんで、一応三枚おろしにする前に鱗落としを使って鱗は取り去った方がいいかもしれません。ほらこんな感じでね、鱗落としを使ってゴシゴシ両面をこすると結構ね鱗ついてますよね、ほらね。まあ私たち素人はね、ここに先に鱗を取っといた方がその後の作業が楽になると思います。じゃあね、この鱗を洗い流してから三枚おろしにかかることにしましょう。じゃあね、この2つのヒレ、このヒレの後ろあたり、こういう感じでね切って頭を落としていきますか。こんな感じで胴体と頭に切り分けました。頭の方は捨ててしまいましょう。それでは胴体の方、内臓をね取り去りましょう。この辺切ってね。でアジはお尻の穴よりももっと後ろまで入ってるんだよね、この内臓は。こうほらほら、こういう感じでね。そしたらこんな感じで内臓が取れました。そしたらこっちの胴体の方、3枚おろしにしていきましょう。
はい、こんな感じで三枚おろしになりました。そしたらこの中骨、背骨のところは捨ててしまいましょう。で次はね、いつもだとこのあばら骨をね先にすき取っちゃうんだけどね、このあばら骨すき取るとこの腹の身が薄くなっちゃうんだよね。特にアジはそうじゃなくても腹の身薄いからね。そうするとね、その次にこの皮を引くときに腹の身の方がねどうしても薄いとね、皮がうまく引けないっていうか、皮の方に身がくっついて腹の身なくなっちゃうんだよね。だから今回はだね、試しにこのあばら骨をすき取る前に皮を引いてみようと思います。それで皮を引く前にこの辺がねどうしてもね皮くっつくんだよ、いつもね。だからここね、ここんとこ、このとこはすごくこう細く取り去っちゃった方がいいかもしんない。こう刃物を使ってこんな感じでね、ここんとこ、ここんとこね、反対側も同じようにやった方がいいかもしんないな。この辺ね、この辺はこんな感じで、こういうふうにね、こう細長く取っちゃった方がいいかもしんないです。そしてからこの皮を引きましょう。で皮はね、この薄皮手で引けるんですよね。だから今回も手で引いていくことにしましょう。こんな感じで皮がね、薄皮が取れました。でこの皮は、まあ、乾かせばスキンサビキにできるらしいんだけど、まあ、今回は捨てちゃいましょう。こっちがほら皮取れたやつね。こうあばら骨すき取る前だと皮はうまく引けるね、素人でもね。じゃあこっちもね同じようにやりましょう。こっちも皮が取れたね、うまくいきました。じゃあ次は問題はな、このあばら骨な、あばら骨をすき取っていきましょう。まあ、こんな感じであばら骨なんとか取れましたね。ほら取れたね。あとはこの血合骨だけど、これは簡単に取れるでしょうね。こういうふうにして、まず血合骨をこの背側の方に残すようにね、こういうふうに血合骨のこっち側を切ってな。こうね、そしたらこのここに血合骨入ってるから、これはなるべく薄くね、あまり厚く切ると身がなくなっちゃう。少しでも身を残すようにこうすく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 薄くね、こうほら切ればね、こう血合い骨のとこ取れました。これでもう骨のないこの柵取りっていうんですか、これができました。お刺身をね、じゃあ片側はこうお刺身用にして、もう片側同じやつね、これも同じようにここあばら骨すき取って、それからこの血合骨取って、こっちは昆布締め用にしましょう。よっしゃ取れた。よっしゃ取れました。これで1匹のアジがこのように4本の柵になりました。
じゃあね、これまずこっちの2本は、これは普通のお刺身をね、これはだからもうお刺身に切れば出来上がりと。そしてこちらは昆布締めに仕上げていきましょう。ではでは、用意するものはまず塩、それと昆布ね、昆布。まあ塩はこれはね、伊豆大島の海の精荒塩、いつも私が使うやつですね。美味しいんだよ、伊豆大島特産で。こっちの昆布、高昆布って書いてあるけど、これ違うんだよね。ちょっとこっちは怪しいね。なんか怪しいよ、ほらね、ガム手で止めてあるし。これはね、そうだな、もう何年か前にアマダイの昆布締めを作った時に買ったやつだな。それで余ったからこのようにガム手で止めてね、保管しといたんだ、どっかに、どっかに。賞味期限だって書いてあるぞ、ほらね、これ賞味期限。まあ見なかったことにしましょう。じゃあこれな、こうガム手取って開けるぞ。そうするとほら、日高昆布なんだよ。高昆布じゃなくて日高昆布でした。じゃあこれを使いましょう。そうだ、それともう一つなきゃいけないのは日本酒なんだけどね、日本酒。今回ちょっともったいないけどよ、これ相模大山ね、前回と前々回の動画で飲んでもうあとこんなぐらいしか残ってないんで、これをな使うことにしましょう。じゃあまずはね、このアジの身に塩を振りましょう。塩ね、塩あまり振ってもしょうがないから、まあね、振りすぎ注意なんだけど、どのぐらいかな。こんなでいいかね、素人だからこの辺はね、もうアバウトです。よっしゃ、オッケー。そしたら次はこの昆布ね、昆布。昆布はね、これをこう両側を挟むんだよね、こうね、パンパンと。これでね、だから挟める大きさにまあこう切ってから、まあこうやりゃいいんだけど、そうだな、これこう交互にした方がいいな、互い違いにした方が幅がこう挟みやすくなるでしょう。これでほらこうね、ちょうど挟める大きさだ。じゃあそしたらこのね、昆布はね、日本酒で拭くんだよね。日本酒で拭くんです。これね、このキッチンペーパーにこれをこう、これを染み込ませて、もう少し染み込ませるか。ね、こう、こういうふうに染み込ませて、そしてこれで表面をこう拭きゃいいみたいですよ。拭けば。ね、こう拭くの。両面拭いた方がいいのかな。なんかよくわかんないけど、とにかくこれはね、拭くらしい。ね、ちょっと、もうちょっと。まあこんなでいいか。そしたらね、これをね、こう挟むんだな。挟む。ここで挟む。挟む。こちらもこれをこう挟む。ね、こう挟む。挟む。よっしゃ。まあこんな感じでね、挟みました。ちょっとはみ出してるところがあるけど、まあね、ここはしょうがないね、素人だからな。じゃあこれをね、適当なトレイに入れましょう。まあこんな感じのね、発泡スチロールのこれ、廃物利用。これにね、これを。よっとこう乗っけると。そしたらね、このトレー、これをね、こうこんな適当なこのビニール袋、こんなのにね、こう入れて、それで肺活量を利用してこれのね、空気を抜くと。空気を抜きましょう。よっしゃ、こんな感じで抜けた。そしたらこの口をぎゅっと縛ると、結ぶ結ぶ結ぶ、これね、これにしてピッとして、こうよく空気入らないようにね、絶対に結びましょう。よいしょ、ほら2回結びはいいだろうみたいな、ね、よっしゃ、結んだね。これで冷蔵庫でまあ晩酌するまでまあ3時間ぐらい寝かせれば出来上がりだ。それであとは切ればいいと、そういうことだと思う。でこの昆布はまあ食わねえんだろうな、まあこれは捨てることにしましょうか。はい、できました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 。おー、ほー、なるほど。それでは早速食ってみましょう。これだぞ。なんかちょっと怪しい雰囲気になりましたでしょう。ねえ、この黄色いちょんちょこりんがパラパラパラってついてんのね、怪しいよね。ここにはお飾りのほら、黄色と緑もあるし。でね、これ、このこちら側、これね、これが普通のお刺身です。
背の身、腹の身、そしてこちら側、これが昆布締めです。背の身、腹の身、こんな風になっております。でな、このパラパラっと散らしてある黄色いやつ、これはブラジルの激辛唐辛子ピメンタデシェロにてございます。当家ではね、これ作ってるんで、栽培してますんで、それのね、生を冷凍してね、一回冷凍してからここに小さく切って、ここにパラ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 ってこうね散らしてみました。唐辛子っていうのはね、冷凍すると辛みが出やすくなるからね、それでいて香りはね飛ばないんで、香りを保ったまま辛みを出やすくするためにこう冷凍して使いました。辛いのがダメな人はダメだけどね。で、今回これね、だいたい味っていうと普通はまあ生姜醤油ですか、生姜だよね。でも唐辛子散らした時にはね、もうお醤油だけでいいと思いますよ。お醤油ね、この刺身醤油ね、これをね、じゃあここにこうちょっと出してね、これで食う準備ができました。それではな、まずはちょっとどっちからいくかっていうと、普通の刺身からいってみるか。これね、普通の刺身、それのこの激辛のピメンタでしょ、1個でいいわ、1個で、ね、1個ここにくっつけといて、これね、これで、おそばをさーっとこのお醤油をつけてね、これで、じゃあいます。うん、腹の身はね、脂が乗っててうまい。うん、辛い、うん、辛いけど、うん、これね、この食い方なかなかね、辛いのが好きな人にはね、美味しいよ。通だよ。それに普通はね、この日本の青唐辛子とか使うんだよね、島唐辛子とかね、そういうの使うんだけど、今回このピメンタデシェロ、香りがね違うんだよね、全然ね、フルーティーな香りっていうのかな、それがいいとこなんだけど、いきます。うん、背の身もなかなかうまい。35センチもあったからな、ちょっと大味かなと思ったんだけど、でもね、そうでもないわ。うん、腹の身なんか結構ね、いい脂が乗ってます。じゃあ次はな、昆布締め、ちょっと色が違うでしょ、ほんのちょっと。これでね、2時間ぐらいつけたかな、2時間ぐらいで、昆布もね一緒にね切ってね食おうと思ったんだけど、あれ硬くてダメだわ。やっぱもうちょっと柔らかい昆布使わないとダメなんだな、あの昆布安い昆布だったから。じゃあこれいきます。うん、やっぱりね、でもね、2時間こう挟んどいただけで昆布の味が出てる。うんうん、これもまたお刺身とは違ううまさがある。うん、それに、うん、うん、うん、ティメンタ君が、うん、辛い。うん、じゃあ今度、こっちな、この、背の身の方ね。うん、塩がちょっと効いてていいな。うん、塩、あの、伊豆大島の塩、うまいぞ。いきます。うん、うん、うん、うん。うまい。うまい。うん、昆布締め、結構めんどっちいけど、美味しいんだね。うん、味も美味しいですよ、これ、味の昆布締め。うん。昆布締めっていうと、大体こう、あれかね、あの、甘鯛とかがね、もう私も前、こう、甘鯛作るんで、これ買ったんだけど、この日高昆布な、安いやつを。います。うん。うまい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 。ね、ピメントデシエロ。これもね、これ生のやつなんだけどね、冷凍してない生。最初はこういう風に緑色なんだよ。それが熟すとこう、ね、黄色くなるの。変わってるでしょ、この形、ほら。こんな格好してんだよ、ほら。ね、ちっこいの。ね、これ。まあ、売ってないよね、これね。売ってんの見たことありません。これの生を手に入れようとしたら、まあ、乾燥品も多分売ってないよね。とにかくピメンタデシェロが欲しければ、栽培するしかないんだけど、結構これはね、栽培しやすいですよ。植木鉢でもってね、簡単に栽培できますから。種さえ手に入ればな。じゃあな、怪しくも美味しいアジのお刺身をちょこ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 っとつまんだとこで、ここらでお酒といきましょう。お酒とくれば今日も日本酒だっつって感じで、大山、これ3日連続です。3日連続というか、視聴者の方はまあ2週連続みたいな感じだけど、私はな、毎晩これで晩酌してるんで、前の動画は昨日、その前の動画は一昨日なんだよな。で、こんだけ残ってんのね。だから今日これは全部飲んでしまおうと思ってな、この湯飲みでな。なかなかほらね、この大山ってお酒、黄金色で美味しそうな色してるでしょ。いただきます、いただきます、いただきます。こりゃうまい。いや本当にね、昨日も一昨日も行っちゃいましたけどね、この相模大山、なかなか金星の取れた、まろやかにしてフルーティー、
それでいて旨味たっぷりのね、美味しいお酒ですよ。本当ですよ、本当。これはね、で昨日も言ったけどな、昨日っていうか前回は先週なのかな。でも私は昨日だからね。これは神奈川県は伊勢原市吉川酒造っていう、要するに大山って神奈川県のあの山だからね、うん、でそこの名前がついてるということは神奈川の相模の地酒なのでございます。今日の味も相模湾の味だしな。相模つながりでなかなかおしゃれな晩酌でしょ。美味しいですよ、本当に美味しいですよ。てなわけで私はな、これからちょっと、もうちょっと晩酌を続けさせていただきますので、ここらで視聴者の皆様とはお別れです。それではまた次回の船釣り動画で会いましょう。ごきげんよう。